はい、どうも、まさがみりゅうほうです。ということで、今回はね、ちょっとね、中の掃除の方をね、やっていきたいと思います。まずですね、蓋をどけまして、ですね、まず、ね、ごめんね。ごめんね。ほんとごめんね。ちょっと暴れないでね。暴れないで、暴れないで、暴れないで。すごいよ、内歩くん。わかってるわかってる。元気なのわかってるけど、ちょっと君に、ね、ちょっとこっち側に映ってもらうと困るの。はい。困るの。はい。ごめんね、ちょっとね。掴むよりも橋で、つまんだ方がね、ダメージが少ないらしいんで、橋でつまんでますけどもね。ここ過密ですけど、入ってくるくださいね。でですね、実際ですね、ちょっといっぱい飛び散ったんで、ちょっとカメラ拭きますね。塩だらけになっちゃった。すごいね、もうこっちまで飛んでくるからね。ほんとに。はい。で、まあこれでちょっとね、ゴミを取ってですね、拭いていこうと思います。よっ食べ残しとかあるんでね、この、捨てていかないとね、水がね、腐るっていうかね、汚れていくんでね。よっ。もう最近つまんでも全く動かない子も出てきたんでね、あれなんですけど。まあ、例のごとく、例のように、相変わらずの死んだふりが得意な子が多いようで、こうしてね、不純物を取っていきます。もうこういうのもね、ちょっと、ちっちゃい破片とかはね、こう食べていくんでね、まあ置いとってもいいんですけど、ある程度はね、またね、次の機会にって感じで、やっていきたいんでね、ここにずっと、掃除の方ね、やってます。落とし子ね、投げ込み水槽だけなんでね、金魚とかに使うその、ブクブクだけなんで、基本的にはどうしてもこう下に溜まっちゃうんで、その下に溜まった分もこうやってね上げていくっていう形をとって、とね、掃除をしてます。海水自体の匂いはね、そんな臭くないんで、はい、大丈夫だと思うんですけども、まあこんな感じかな、こっち側は。で次はね、隣の水槽をね、掃除していきたいと思います。さなきゃいけないで、順番にね。ごめんよ。食べるんじゃないからね。映ってちょうだい。わほー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 。ごめん。ごめんやけど、掃除しないとね、君たち死んじゃうからさ。ちょっとね。人間のこの油とか、熱があんまり良くないって聞いたんで、お箸でやるんだけど、お箸取りにくいね。
うわ、すごい。うわ、わお。塩だらけだわ。あと、君だけ、君だけ、君だけ。君だけに、ああ、君だけに。もう、頼むから、頼むから、頼むから、もう、かなりびちょびちょやから。かなりびちょびちょやから、水槽の周り。頼むから、ほんま。ほんま。もう最悪、掴まなあかんようになるからさ、橋で行けるようにして。橋で。本当に。橋で行けるようにしとって、我慢して、ちょっと、橋で。おぉ、ちょっとな、きつく、つままれへんからな。みんな触ってるんかな、飼育してる人。はい。はい、ごめん。はい、はい。で、ここでおとなしくしといてくださいね。統一するんで。もうなんか、もう T シャツ、びちょびちょ、T シャツ。G シャツトレーナーびちょびちょになりました、おかげで。かなりね、ゴミがね、すごいんで、食べ残しがね、すごいね、これ取っとかないとね、かなりね、かなりやばいんで。食べるのあんまりね、下手っていうか、まあ、水槽がちっちゃいのか知らないですけど、うまくキャッチできない。ちょっと多めに入れてね、ちゃんと食べれるようにしてるんで、どうしてもね、餌が余るのはね、もうあれかなって感じですね。仕方がないのかなと思いながらやってますけども。こっちがかなり汚れてますね。第一水槽の方。で、次ね。次は。ゴシゴシしないといけないみたいですよ、こっちはね。かなりノリがついてるっていうか、見た目がちょっとあれですね、うん、まあ、大きな水族館だとね、こうなんかもう魚出せないんで入れたまま掃除するかもしれないけど、やっぱり、ね、小型はやっぱりこんな狭いところでこんな風にしたら多分ね、ストレスの方が強いかなと。一旦出してあげる方がちょっといい、いいのかなと思って出してますけどね。それで第一水槽と第二水槽、基本的には水質変わらないんで、はい。あ、塩のいい匂いがやっぱりしますね。で、砂もちょっとある程度こうしてあげないとね、いけないので。磯の香りがするね、やっぱりね、うん、海水を作った塩水だけじゃなくて、ね、やっぱり生物、海の生物がいるっていうことはこういうことなんでしょうね、やはり。もうこの水が生きてるって感じしますね、うん。はい、落ちてきましたね、これでね。どうでしょうか。それでは皆さんごきげんよう。またね。